シナコンチャ、こんにちは、シナコです。はい、今日はですね、トドロキちゃんと一緒に撮影をしていく予定なんですけど、トドロキちゃんと撮影するの今日私初めてで、なんか会うのも下手したら2回目とかなんですけど、まあそんなね、ほぼ初対面並みのトドロキちゃんに今回は検証を仕掛けていきたいと思います。イエーイ、やばい。まあ、どんな検証かと言いますと、偽の企画をちょここで撮影していこうと思うんですけど、その合間に何か理由を作って何回か退出して、そのごとに私のこのチークがどんどん濃くなっていく、それにトドロキちゃんは気づくのかっていう検証をしていきたいと思います。題して、トドロキちゃん、シナコのチークどんどん濃くなっても気づくのか検証。てか、もともとめっちゃ濃いんですけど、私いつもだから普通の子がやるよりかは違和感はないと思うんですけど、今結構ついてるんですけど、最初後で落として薄めにしてから徐々に濃く厚塗りしていきたいと思います。それでは検証スタート。すみません、お待たせしちゃって。どういう話すればいいんですかね。哺乳瓶ソーダがまずどうやって思いついたかっていうのを、なんだろう、話題として振って、哺乳瓶ソーダ今日持ってきてもらってるんで、はい、見せてもらって、はい、大丈夫ですかね、前髪。かわいい。なんかかわいいですか。ちょっとここに来て、すいません、トイレって来てもいいですか。ごめんなさい、すぐ戻ってください。ネギトロチック。ごめんなさい、渡しました。いや、全然全然。シナコンちゃん、こんにちは、シナコです。アロキー正規アイドル、トドロキちゃんです。喉の中かわいい。今のはかわいい。今日はシナコちゃんといえば、はい、哺乳瓶ソーダ。お、私インスタで見ました。あ、見てくれたんですか。ファンの子がストーリーに上げてて、それで結構見るんですけど、インスタ映えだもんね、今流行りは。そうです、インスタ映え。見たいな。え、実物先にも持ってきてもらったりとか、なんか見て、え、これってどうやって作ろうって思ったのとか聞いた方がいいのかなって思った。あ、わかりました。準備してくるので、はい、すいません。行ってらっしゃい。そうなんだ。じゃあ、しなこちゃんに哺乳瓶ソーダの準備を今してもらってます。インスタで見たやつはなんかガチャガチャって作りましょう、作りましょうって言って。そうなんですか。そう、実際にやってもらいました。え、歌ってくれるのかな。歌ってあれデフォルトでついてるのかな。すいません、お待たせしました。 ありがとうございます。サイダーのラベルとか剥がしてきて。え、どうしますか。あの、作ってないんですよまだ。はい、あ、じゃあもうカメラの前で作ってもらって。おー、じゃあ早速みたいな感じですね。はい、じゃあ早速ですね、今日しなこちゃんが材料を持ってきてくれたみたいなんで、作ってもらいたいと思います。はい。見たかったの。あ、本当ですか。本当に実際にお店でやるみたいな感じで作ってもらっていいんですか。ありがとうございます。やったー。じゃあ作っていきたいと思います。はい。なんか想像してたより大きい。そうなんですよ、これ600ぐらい、ね、これに氷を入れて、うん、フローズンゼリーを入れてるんですよ。あ、ソーダ注ぐときに綿飴を入れてからソーダを注ぐんですよ。あ、これ。そうです、これです。めっちゃ可愛いなって思ってたのかな。あ、本当ですか。そう、じゃあ注いでいきます。お願いします。もう本当大したことしないんですよ、ただ注ぐだけなんですけど。いきます。はい。作りましょう、作りましょう、さてさて何ができるかな。はい、できました。めっちゃ飲んでる。めっちゃ飲んでる。美味しい。美味しいですか。美味しい。うん。なんでちょっとまた動画映え&写真映えする新商品をね、出していこうと思います。楽しみにしてます。はい、本当に美味しいよ。美味しいですか。美味しい。トイレ行ってきてもいいですか。うん、本当ごめんなさい。全然平気。さっきから飲んでる。本当に申し訳ないです。勝手に作りましょうやってよ。あ、どうぞどうぞ。作りましょう、作りましょう、さてさて何ができるかな。ちょっと待って、なんか勝手が違う。すいません、大変なことです。おかえりー。ごめんなさい、本当に何度も何度も申し訳ないです。すいません。あ、すごい、何度も何度も申し訳ないです。すいません。あ、すごい。
作ったんですか？作った。え、今やりました？うん。めっちゃ楽しみ。見るの。混ぜました。うん、とりあえず全部ぶっ込んでみたらそうなっちゃった。あ、そう。全部ですか？そう、全部ぶっ込んでみたら。え、哺乳瓶ソーダってさ、どこに行ったら買えるの？竹下通りの中。そうです、竹下通りにあります。改装というか、リニューアルすることになりまして、めでたい。ゆみゆみやみちゃんっていうクリエイターの子がお店の壁にイラストを描いてくれることになったんです。はい、インスタに載っけてください。載せてください。イラストも絶対可愛いですからね。ゆみゆみちゃん、私も見に行きます。あ、ありがとうございます。待ってます。待ってます。連絡するね、じゃあ。あ、嬉しい。嬉しい。楽しみ。そんな緊急の話がある、大変だ。すいません、お待たせしました。大丈夫、大丈夫、大丈夫です。なんかどんどんチーク濃くなって。気づきました？気づいた。はい、たたきちゃんにチーク濃くなっていって、気づくかどうかの検証でした。私途中に思ったの、普通で行ってらっしゃいで帰ってきた時、めちゃめちゃチーク濃くなったなって思って。でもなんかしなこちゃんってそういうファッション性だから、なんかこういうのが今流行りなんだと思って。優しい、めっちゃ優しい。これでも私正直あんま気づかなかった。なんか濃いなって思ったけど、なんかこれがおしゃれなんですって言われたら、あ、何も。そうですよね、あんまり触れちゃいけないのかなって思ってくれてたんですよね、多分。面白すぎる。これ最終段階です。これが最終段階で、今気づかなかったらネタバラシって感じにしようと思って。あ、そういうこと。あー、もう それはい、相手だから心配した。あ、優しい。もう恐れも嘘です。でも恐れも嘘です。それも嘘なんです。そうそう、え、もう、え、じゃあさ、その前からさ、もう嘘つかれたとか、撮影前から。そうです。はぁ、もう人間死になっちゃう。これからお腹痛いっていう人がいても死んだりして。あめっちゃ外出てくなって思いませんでした。思った、本当に。これとか準備しとけよとかって思います。そんなことは思ってないけど、思ってないけど、なんかさっきさ、緊急のようだって出ていったから。あ、最後のですか。それおかしいですよね。そう、そんな緊急のようってあるかな、 YouTube でって。ないです。ないです。はい、綺麗に騙されました。はい。ああ。せーの、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。マフラーの巻き方をね、4つやっていこうと思います。使うマフラーはこちらの2種類です。片方を長めにして1周ぐるりと巻きます。できた。